フランシス・ウォーカー著作の図版フランシス・ウォーカーは、イギリスの昆虫学者である。多くの昆虫の種を記載したが、多くの既に記載された種に異名を付けたり、同一種に複数の名前を付けたりしたため、ご反省は批判された。ロンドンのサウスゲートのアーノス・グローブに住む、富裕なウォーカー家の一族である。父親のジョン・ウォーカーは、王立協会や王立演芸協会のフェローである。 少年時代をスイスで育てられ、超の熱心な収集家となった。1834年に1年間、昆虫学雑誌、エントモロジカルマガジンの編集を行い、1837年から1863年まで、無給で大英博物館で働き、300以上の論文などを執筆した。友人の昆虫学者、ジョン・カーティスト1830年に、フランスへ、 最終旅行するなど、イギリス各地、ラップランド、ドイツ、スイス、イタリアなどを旅した。昆虫学会のフェローに選ばれた。ウォーカーの収集した標本は、ロンドン自然史博物館、オックスフォード大学のホープ研究室などに保存されている。ありがとうございます。